夜勤終わって今から寝るんですけど、顔見に来ました。ありがとえ、また寝るんだ。うございます。局長いますよ。お疲れ様でした。改めまして、 FM コザをお聞きの皆さん、おはようございます。1月20日マイオアシスの時間です。沖縄市中央パークアベニュー入り口、国道330号線沿いにあります FM コザのスタジオから、私林泉と、はい、山内がお届けします。はい、びっくりしましたね。オープニング、はい、ナンバー決まってなかったのに。勝手にやめてくださいね。はい、打ち合わせと違うことをやらないでください。びっくりしますよ。ね、自分でもびっくりしました。はい、はい、今日もじゃあ元気に2時間、そうですね、はい、お送りしていきたいと思います。元気です、ね、元気です。今日は私元気なんですけど、はい、いっぱい寝ました。よかったね。で、朝来たらなぜか山内さんがなんか元気が ないご様子で。そうそうそう、はい、元気はありますよ。元気はありますか。だけどちょっとね、頭が痛いというか二日酔いというか、あの昨日から実はジェヒョンちゃんが、はい、リスナーさんのジェヒョンちゃんが来てまして、はい、で今も今いるんですけど、はい、おはようございます。早い早いね。でジェヒョンちゃんが来たから、じゃあ飲むかっつって、はい、はいはいはい、絵の具さんに行きまして。あ、いいですよね、よ沖縄料理、うん、で飲んで、はい、飲んで、そこまでね深酒してないんだけど、うんうん、なぜか二日酔いになったから。何ですかね、なんだろうね、疲れかな。ジェヒョンちゃんかな。首をかしげて俺ってやってる。そうそうそう。あ、そっか。じゃあ、そうですね、あ、まあでも全然元気ですよ。本当ですか。泉より全然元気ですから、ね、本当ですか、はい、いつも泉いつも暗くパソコンがあーってやってるじゃん。そう、違う、真剣なんですよ、真剣。暗って違う、暗いあー、暗たまに規制上げるじゃないですか。ああっつって。そう。上げてるだろ。上げてる？うん、いつ？大体毎日です。そう。本当。やばっちゃう。そう。ひどいね。本当だった。みんなで聞いてみる？うん、じゃあ、うん、今日聞いてみようね。仲間いるかな？いないよ。仲間っていうかね、本当なんだって。たまにね、おおって。みんな見るんだよ。どうした？どうした？本当？気をつけよう。まあいいと思いますよ、それも。泉ということで。はい。ということで。ということで。はい、もう今日も楽しいね。山内さんが今日は。何すか？今日は。何すか？今日はなんか寒いって言ってて、朝。寒いですよ。朝からね。今日大寒みたいですけど。うん、大寒。うん。やっぱり寒いみたいですね。寒い寒い、もう全然寒いです。マフラーしてますから今。そう、スタジオでこの姿がすごい面白くて皆さんにお伝えしたいんですけれども、これがね、いいぐらい今いいぐらい後からね、多分暑くなるはずだけど、スーツにマフラーだけしてあ、そうだね、前も言ってたね。うん、面白いなんだっけ、本当はもっとあれがあるんでしょ、ストール、ストール、ストールがいいんでしょ、うんうん、じゃあすごい買ってください、ね、熱い感じのマフラーを。あったかい、これおばあみたいだな大丈夫かな今日あの、僕の誕生日が4月なので、うん、よろしくお願いします。ストール、うん、ストールはい、わかりました、はい、4月ですね、うん、間に合う、まだほら編むのじゃあ山内さんはストール希望ということで私7月です、誕生日。あ、いいよ、何でも。何がいいかな、じゃあ後で考えて、はい、お願いします置きます。はい、はい、今日は今日のオープニングと、あ、今オープニングトークですよね。そうですね、大丈夫ですか。気合だけが入ってトークテーマ、空回ってるんですか。そう、ちょっと今日は空回り、空回り、はい、今日トークテーマは、うん、あのですね今日のトークテーマはおおお2回目、はい、高校時代の思い出ということで、はい、はい、あれ食べたい意味は何ですか普通の、普通にないですね、ないです、はい、今日のテーマは高校時代の思い出、はい、なぜそのこのテーマにしたんですかね。
今日はですね、あのですね、うん、あの FM 小座でアナウンス指導が始まるっていう、うん、そうそうそう、これはね、はい、実は泉が、はい、放送部で、はい、基礎がすごいしっかりできていて、いえいえいえ、まあ、皆さんもうねお聞きやすい、いえいえいえお聞きやすいあれだと思うんですけど泉のしゃべりはね、やっぱり FM 小座の素人集団も習ってしまおうということで、はい、素人ですけどね、僕をはじめ、はい、早見とか、はい、ゆきちゃんとか、はい、そのあたりでちょっと週に1時間2時間ぐらい講師、そうですね、講習をしてもらおうということで、そう、はい、っていうことでですね、あの高校の先生にアナウンス の、 あの高校時代に使っていた練習 の、 あの紙をいただこうと思って、うん、ね、はい、でそれが昨日来たの、昨日来ました、さっきちらっと見たんですけど、なんかね面白かったですよね、そう、あのういろうりとか結構有名かもしれないんですけど、ん、一部の人にはそういうのをちょっとこう早口で言ったりとか、あとはアクセントとか、おうおうおう、そういうのの練習をするため の、 いい、ね、あのものが届いたので、はいはい、高校時代のことをちょっと思い出してみようということで、はい、ですね、そうですか山内さんの高校時代をちょっと楽しみにしてるんですけど先ほど聞いたらちょっとあの言えないことが多いのかなじゃあ言えるけど泉がこうなんていうのかなってなりそうな、対応しきれるかどうかはちょっと、俺のこの泉の中での俺の株は低いじゃないですか、はい、それがさらに落ちそうだなとちょっとリスナーさん助けてくださいということで、うん、今日のトークテーマは高校時代の思い出なので、はい、皆さんメッセージや曲のリクエストお待ちしております。ありがとうございます、はい、メールアドレスは 761@fmkoza.jp、はい、761@fmkoza.jp です、うん、またメッセージやリクエストは FM コザのホームページから直接送ることができます。番組表の番組名をクリックしていただくとメールフォームが開きますので、そちらからもぜひお気軽にご参加してください、はい、そして FM コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM コザのホームページから簡単に見ることができるので、そちらもお楽しみください。今日も8時から10時までの2時間生放送、元気に楽しくお送りしていきますので、皆様最後までお付き合いお願いいたします。てってってってマロドアンさん、たくさんたくさん初見ですってよ、うん、たくさん初見の方に説明してください。はい、こちら地域のコミュニティラジオ局、沖縄県の沖縄市にございます FM 小座からラジオをお届けしています。お、いいですねよろしくお願いします、はい、私 NUJ さんもマロダンさんも、はい、そのちゃん、おはよう、おはようございます。そのちゃん俺二日酔いってばね、ほんとで、いみっちゃさんおはようございます。おはようございます。いみっちゃさんメールもありがとうございます、ね、早速のメール、はい、りんりんさんもありがとうございます。りんりんさんメールが来てましたね。あ、みんみんさん、みんみんさんみんみんさんとりんりんさん違いますよリンリンさんは日賀さんの方によくメールくれる方かな。ミンミン、リンリンさん、ミンミンさんは沖縄市の方、はいはい、リンリンさんは埼玉の方、埼玉の方、 NUJJ さん、 NUJ、 NUJ さん、うん、そうです、昨日は早見、今日は泉です。紛らわしいわけよでね、自分でも間違うぐらいだからこの、うん、2週前間違って、一発目だよね、早見って言っちゃった自分で。そう、園子さん二日酔いですよ。なんか目がとろんとしてやっぱすぐ分かった、うん、なんかちょっと今日おはようみたいな分かりやすいのはあれだね、嫌だね。次は
くみちゃんの講座で私の宮古の方言直せませんか。あ、私青森出身なんで直ってたんで、はい。時刻は8時10分を回りました。この時間は沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えいたします。はい、まずはお天気から。1月20日今日のお天気は曇りとなっています。降水確率は6時からお昼までの間で 0%、 お昼から夕方の6時までの間で 10%、 6時から夜中の12時までの間で 30% となっています。日中の最高気温は20度です。今日は北東の風のち東の風、波の高さは2メートルです。そして沖縄本島地方では20日は空気が乾燥する見込みです。火の元、火の取り扱いにご注意くださいとのことです。はい、はい、続いて道路交通情報をお伝えいたします。はい、まずは沖縄自動車道からお伝えします。ただいま混雑は、ないようです。混雑はないようです。本当かな。沖縄北インターチェンジ付近、那覇インターチェンジ付近出口ですね。で、いつもだったら混雑してるんですが、今日は特にスイスイ流れているのかなということですね。はい、ただ故障車があります。金インターチェンジ、宜野座インターチェンジ間下りで故障車が出ています。皆さん気をつけて通行してください。また、一般道ですが、ズケランからライカム交差点にかけて渋滞しています。ズケランからライカム交差点にかけて渋滞しています。その他沖縄市内では小座十字路、高原十字路、小屋十字路ともにですね、今のところ、スムーズに流れているようです。渋滞はですね、ズケランからライカム交差点にかけて渋滞していますよ。また、沖縄市周辺ですが、大蛇名からグスクマにかけて国道58号線大蛇名グスクマ間、渋滞している模様です。ここはいつもですね。で、前原から大蛇名にかけても渋滞していますので、皆さんこちらも気をつけてください。はい、はい、以上ですね。はい、 FM 小座から見えるお天気ですけれども、うん、やっぱり曇っていますね。曇ってますね今日は。はい、そして朝すごい寒かったですね。寒かったね。来る時もう何回布団にそのまま眠ろうかと思ったかでも山内さんすごい早く来てますよね。ねえ、本当いいことよね、たまにはたまには早く来て頑張ってます頑張ってちょっとね、二日酔いを、コメントいっぱい来ております。はい、マロダンさん、局長はカレー臭と酒の匂いでとんでもないかもですよって来てますよ。お、本当どうですか。うーん、そうでもないよね。うん、正直に言ってください。ここは作らないでいいんですよ。うん、そうでもないですよ。でしょ。うん、たくさんそれ以上突っ込まないんだだってそうでもないでしょ僕ね、実はそこまで対処しないんですよね普段ね。臭いって感じたことある？いや、ないです。ないでしょ。はい、あんまり近くにも寄らないけどね。どういうこと近くに行ってさ、なんかこういっぱいこう嗅ぐってことがないじゃないですか。でもさあ、夏に会ってないから分かんない。違う違う、でもさ勝手に進めないで。なんていうの、割とね、はい、お匂いを持っている方はね、お匂い、そうそう、ちょっとすれ違っただけで分かるさ。あ、まあ、はい、うん、でもそれ全然ないでしょ。うん、それはないですだろ。はい、叫んな叫んなって、たくさんも来てますよ。はい、沖縄のラジオいいな、愛知にいても聞けるんだからなってことで。そうですね、愛知の方で初めていらっしゃいましたね。うん、たくさんこれからもぜひぜひ。はい、よろしくお願いしますね。ジェヒョンちゃんもおはようグルッと。はい、おはようグルッと。沖縄にいますよね。ほんとさっきそこら外にね、うろうろしてましたね、いましたけれども、うん、中に入ったかな、寒くてね。あ、なんかいろんな番組をジャックする予定みたいですけど、はい、おー、うん、今日も楽しみですね。そしたら、ね、はい、リスナーさんたちの番組にも出るんじゃないの。あ、日賀さん、あ、そうみたいですね。日賀さんが、うん、来て来てって言ってたと思いました。うんうんうん、で、NUJ さん、はい、青森出身ですか。沖縄に来て何ヶ月。沖縄に来て何ヶ月かな、8月に来たので9、10、11、12、1、もう今5ヶ月終わろうかな、
終わろうかなだって終わろう終わろうとしてます5ヶ月過ぎようとしてますはい、はい、マロダンサーコメント来てますね。先週はシュールストリーミングでくせくて今週は酒臭いのかなんて曲だしかももう一つ、うん、ほれ泉さん電波に乗せて曲調おじさんの匂いがするとってマルダンさん何言ってんのかなマルダンさんちょっとなんか夜勤明けでちょっと来てるかもしれない、まあ、マルダンさんもね先週来てもらってそうね楽しかったですねちょっとだけ絡みましたね僕はあんまりねなんかバタバタしててそうですね、うん、残念だったんですけど帰りも会えなかったですもんねそうだねはい山内さんねなんか勝手に俺の似てない似顔絵が置かれてましたけどマルダンさんの絵がね、うん、ド下手でねおかしいね山内さんが、うん、あの写真撮るときに、うん、あの囚人のようなあのポーズをしたんですね、うんはい、でその写真を見て描いたと思いますよなるほどちょっとこううーって感じの顔あれっておじいちゃんですよ篠沢教授ですよもうね、ありがとうございました、はいはい、また来てください。ぜひぜひ来てください。楽しかったですね。はい、楽しかったですね。はい、はい、それではここでこのコーナーです、うん、みんなで元気に内縄口ラジオ体操の時間です。はい、ラジオ体操してくださいよ。はい、あ、おすすめにあったので通知しましたってたくさん。お、すごい、ありがとうございます。通知しましたって何？あれ、これなんか追記してやってるけどどうだっけ。あ、膝だ。マルダンさん、電波に乗せてどれだって言うか。ひどい。ひどいって。あのさ、電波に乗せて臭いって言われるよりマシだと思う。な、エガヘタと臭いどっちがいい？どっちもどっちですね。嘘。臭いはね、でも、ネタっぽい。まあ、まあね。いやマロダンさん側につきたいな。どうすればこういけるか。ちょっと酔いの方がきついかもしれない。でしょ。俺はね正論しか言わないです。でもまあ局長は匂いはあまりしないですよ。だってさ、まあいいや。何ですか。なんかムキになったら本当に臭いみたいな。確かに。本当は臭いくせにみたいな。さすがに枕はね、はい、ちょっと硬い匂いでしょ。あー、やだ。わかる。やだやだやだ。私、あれはしょうがない。おじいちゃんの枕好きでした。でも匂い、おじいちゃんの枕の匂い今も好きだけど、お父さんの枕の匂いはちょっと抵抗あるかも。あ、違うわけ。違う。え、おじいちゃんの方がなんかすごいいい匂いしました。それは泉にとっていい匂いだったんでしょ。そう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 。なんかね、やっぱアワーワンがないがあるみたいな匂いね。匂いね。すぐ洗っちゃう、あの枕とか。お父さんの？うん、お父さんのもだし、自分のも。ん？あ、泉の枕臭そうだね。なんで？またそうやって聞きました？皆さん？臭そうだねって。はあ、私も匂いフェチです。匂いすごい好きですけど。そうなの？うん。あのこの間比嘉さんの番組でもう言うなって言われたけど。なんで？あの臭い匂いとか、うん、臭いなと思ってても嗅いじゃうんですよね。トイレとかに行って例えば、うん、なんか最初息止めてたけど、うんうん、多分本能で。相当なド変態さですね。本当に。とか、うん、そう嗅いじゃう。あら、ド変態ですね。臭い匂い嗅いじゃう。俺も匂い変態なんですよ。言いましたっけ？うん、早見さんもですね。俺の場合はね、特殊なんだけど、ギャップがあるといいわけ。ギャップ要はね、臭そうな人が臭いともう嫌だわ。でも、あ、まあこれ女性限定ね、うん、男はもうどんな匂いでも嫌ですよ。うん、だけど、あ、終わった。こんな匂いの話をしてる場合じゃない。あー、やばい、新聞じゃない。新聞だった。ここで1曲お届けします。沖縄市のミミさん、
メールいただいてですね、元気な曲をということでこの曲お送りします。 Going Underground でハートビート。元気かな、ちょっと切ない系かもしれないごめんなさい、みゆさんでもいい歌なんですよそっか、無難に嵐とかの方が良かったかも、ね、嵐好きな方、嵐好きだけど、うん、嵐は俺知らんさ嵐ね、聞こうと思っているんだけど、うん、いつも忘れちゃう。私も覚えよう。あの有名な曲は知ってますけど、アルバムの中に入ってる嵐しか知らんだ。あ、有名な曲、嵐しか知らん。またまた、この間ハピネスも知ってましたよ。ハピネス出てきた？そうそう、でこの間書きました。違うとか、名前出てきた？出てこない。ほら。出てこないけど聞いたらわかります。聞いたらわかるは大体そうじゃないかな。皆さんこういう感じですけど、切ない曲かな。たくさんから。聞いたことない、初めて聞きました。沖縄まだ行ったことないけど好きな場所ですね。一度は行ってみたいです。ぜひぜひ来てください。お金ためて。うん。いいですよ、今は寒いけどやっぱり夏は海も綺麗だし。だからよ、マラダンサー飲みに行こうって。お、いいですね。お、来週のテーマ、あなたの好きな匂いにする。あ、いいですね、やってみて。うん、好きな匂い。俺じゃあ来週この話しようか、うん、俺の匂いフェチの話。あ、そうですね、取っとこう匂いね、書いとこう匂いフェチって言って。あ、すごい。リビンさん、おはようございます。局長、電波に乗せてどへかって言った。あれだな、飲みに来たかったね、ごめんなさいね、俺別件が入ってたわけ。別件ちょっとね、ドロドロした飲み会に。へえ、やだな、ドロドロ。もう罵倒し合い本当？さ、俺はね、楽しくしか飲まないので。なんで飲んだ時楽しかったでしょ？うん、楽しかったですよね。俺はね、本当にね、楽しくしか飲まないんだよ。あ、マディさん、おはようございます。新聞の後、ちょっとメール読もうか。はい、ゆみっちゃさんから読もうかな。ゆみっちゃおじさん、テーマとは違います。うん、テーマトークはね、また別でやるから。あー、テーマトークじゃなくて、そうそう、ただのメール一つだけで、はいはいはい、その後 CM 行って、うん、テーマトークやろう。はい、ハッピー手床浦西駅周辺開発で電力を受給し自給し最適に目指します。体のさんはメール面白いな、さすがだね、似合ってしちゃう。皆さんありがとうございます。俺この間にトイレ行くからさ。え、すぐ終わっちゃうかもしれないですよ。じゃあ俺が来なかったらメール読んでてよ。はい、わかりました。時刻は8時24分を回りました。この時間は琉球新報沖縄タイムスの朝刊から記事をお伝えいたします。まずは琉球新報総合面からです。手だこ浦西駅周辺開発で電力を自給し最適に利用します。内閣官房などが主催する観光環境未来都市構想推進協議会のワーキンググループ会合が19日浦添市役所で開かれました。浦添市は2019年に開業予定の沖縄都市モノレール出床浦西駅周辺の約20ヘクタールの開発について、官民連携による
エネルギーマネジメント特定目的会社を設立し、再生エネルギーによる独自の電力供給機能を備えた開発の計画を示しました。町全体でエネルギーを効率的に利用するスマートコミュニティとして県内初の試みとなります。事業計画は地域の建物屋上などに太陽光発電施設を配置し、電力や熱のエネルギーに変えて区域内の住宅や商業施設などに配送する高ジェネレーションシステムを導入します。区域内の情報ネットワークで結んで電力消費量をリアルタイムで観測し、需給を二元管理するスマートグリッドを取り入れ、電力利用の効率化と二酸化炭素排出の抑制を図ります。また蓄電施設により台風などの災害時にも停電を起こさない防災対応や、フィットネスジム事業者との連携した住民の健康づくりの促進など、環境にと健康に特化した近代的な街づくりを見据えています。続きまして、沖縄タイムス地域面からです。子どもの国の2匹の羊、モコタポポと命名です。昨年、沖縄子どもの国に新しく仲間入りした2匹の羊の命名式が11日、道園ハイビスカス広場でありました。来園者から募った193の名前を道園スタッフが投票でオスメスの順位投票をそれぞれ4つずつ選び、馬上から的に矢を射る日本伝道のやぶさめ方式で行われました。その結果、オスはモコタ、メスにはポポと命名されました。比嘉園長は、今年は羊年、モコタポポも他の動物たちと同じように可愛がってください、これからも園で生まれる動物や新入りの仲間はヤブサメで名前を決めたいと話しました。続きまして、沖縄タイムス社会面からです。沖縄ロケの映画がベルリン国際映画祭へ出品されます。全編沖縄で撮影され、県民約2000人がエキストラとして参加した映画天の茶助がベルリン国際映画祭のコンペティション部門に出品されることが19日発表されました。この映画の監督サブ監督は、沖縄の皆様に感謝の気持ちでいっぱいですとコメントを出しました。同映画祭はカンヌ、ベネチアと並ぶ世界三大映画祭と称され、金熊賞を競うコンペティション部門は世界の最新作19品がエントリーされています。上映は現地時間の2月13日、授賞式は2月14日となっています。主演は松山健一さん。展開で生きる主人公茶助が沖縄に住むヒロインを助けるため勇気を振り絞って下界に向かうというストーリーです。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスの朝刊から記事をお伝えいたしました。この後はテーマトーク。今日のテーマは高校時代の思い出です。皆さん、メールどんどんお待ちしています。メールアドレスは 761@fmkoza.jp、 761@fmkoza.jp です。テーマに入る前に、いみちょうじさんから来たメッセージを、あ、そうですか。はい、メールを。急に来ましたね。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。はい。はい、紹介したいと思います。はい。はい、山内さん、泉ちゃん、ジャヒョンちゃん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。年末まで体重が90キロだったのに、昨日体重を測ったら92キロになって焦っているみっちゃおじさんです。お出たね。出ました。これ100キロいくよ、リバウンド。あ、道理で今までのズボンの中に隠れていたお腹が最近よく顔を出すんです。いないいないばーってやばいです。テーマとは違いますが、昨日思ったことがあります。それは癖とは恐ろしいものだなってこと。はいはい。私は結構な頻度で夜遅く仕事を終える日はファミマに立ち寄り、買い物を甘いものを買います。癖とは恐ろしいものですね。仕事の帰りのこと、おとといかな、おとといの仕事の帰りのこと、はい、いつものようにファミマに立ち寄りました。久しぶりに何か雑誌を読みたくなり、雑誌コーナーへ。女性が立たないトイレ側の場所に並ぶ美女たちが優しく微笑んでいる。お寒そうな姿で私を見つめて誘惑してくる場所、
わかりますか、うんうんうん、私はチラ見しながらも真ん中に陳列されている雑誌を探しました。本能だろうか、気がつけば私の体はトイレ側の陳列棚の優しく微笑むお姉さんの前にいました。我に返り、いかんいかんって左側に戻り、普通の雑誌を選びました。うん、なんだ、一冊の本が私の目を引きました。その本は私が今までスルーしてきた雑誌ターザンである。うん、その見出しがこう、人生最後のダイエット。私はその本を手に取り、綺麗なお姉さんの誘惑にも負けずレジに向かいました。癖とは恐ろしいもの、私は本をレジに置き支払いをしようとしました。すると高校生だろうか、若い女の子の店員がクスッて笑いました。私は何がおかしいのかって思ったが、すぐ気づいた。レジの上には人生最後のダイエットって見出しのターザンって雑誌と、横にはでかいシュークリームとパックに入ったオレンジジュース。顔が真っ赤になり恥ずかしくなりました。癖とは恐ろしいものですね。リクエストはサザンオールスターズ希望の輪立ちということでかけたいと思いますよ。そっか、そうだね、これ矛盾ですもんね、やっぱりね。うん、ちょっとね、うん、人生最後のダイエットと大きなシュークリームは、うん、一緒にレジに持ってったらそりゃね、うん、あの知らない人でも初めて、そうそう、これさ、別にダイエット意識してなくても人でもね、これ並んで置かれたらクスッとなりますよね。うん、面白いね。この人何みたいな、何がしたいのって、そうそうそう、何なの、わざとなのって思いますね。右の手がシュークリーム取って左の手がダイエットみたいな、どういうこと。また始まった、どういうこと。なんで始まったなんかね、いつも、はい、あのなんかあるとどういうこと、うん、って言いますよ。僕ですか、はい、あ、そうですか、多分それ癖です。癖なんだね。え、普段どういうことって、そう、普段、普段から、あ、そうなんだ、はい、じゃあ気をつける、え、別に気をつけなくてもいいです。あ、そうですか、じゃあ言わないでくださいね。はい、ということで、ありがとうございます。えみちょおじさんは、ダイエットを頑張る。ダイエットちょっと難しいかな。えみちょさん、太ってた方がいいと思うけど。それキャラ的に。キャラもそうだし、なんかいいじゃないですか。てかね、我慢しないで人生過ごした方が楽しいでしょ。うん、まあ、はい。で、えみちょさんの場合は太ってる方が多分ね、いいんですよ。そうやって言うわけ。そしたら楽しんだ方がいいじゃないですか。ダイエットなんてただ辛いだけですからね。まあでも健康のためにと思ってね。なるほど、ゆみっちゃんおじさんは。さすがですね、はい、昨日マーデさんが来て、ね、あのダイエット、あのマーデさんも ね、ダイエットされたっていう話してて、ね、うん、で維持をすることが大事だって言ってましたよ。お、あのそれをやめるとか急にやめるんじゃなくて、うん、維持をして1ヶ月できたらちょっとずつ減らすとか。なるほど、そういう痩せ方を。今まさに僕のやり方ですね。あ、本当ですか、うん、減りました。うん、減ってないけど、これからそうしようと。これからみんなでダイエット頑張りましょうね。そうだからね、夜もあんまり本当はね、飲みにも行かず、はい、ちょっとね、食べるの抑えたいんですよ、夜はね。あ、はいはい、だってやっぱね、酒入ったらお腹すくんですよね。うん、そうですよね。不思議ですよね、やっぱ本能が出ちゃうからかな、酒のせいで、アルコールのせいで、はいはい、だからもう抑えきれなくなる、抑え、何でも自分を抑えきれない、何でもいい。どうし、どうすればいいかな。はい、続いて沖縄市の南、いや、沖縄市のみみんさん、はい、局長おはようございます。みみんです。おはようございます。今日は病院の付き添いでこれから出かけます。はい、いつもの時間まで聞けそうにありません。また明日来ますね。元気が出る曲をお任せしますね、ということで、はい、さっきかけた、ハートビート、元気が出るでしょうか、出たでしょうか。ちょっと疑問が残りますけれども、残りますね。はい、ミミさん、また明日、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ CM の後、はい、テーマトークしていきたいと思いますよ。今日のテーマは何ですか。今日のテーマは高校時代の思い出。はい、あった、新聞、新聞は終わりました。新聞終わったらもう楽だろう。そうですね、今日どうすんのかな。ハイサイ、早見さんがやる、早見がやる、
切ります。で、はい、エイサー、あ、はい、今日は泉はもう普段のジムはなかなかできんな。そうなんですね、火曜日ってなんか慌ただしい。そうだね、はい。でもさ、今日あれ撮ろう、深夜の覚えといて、うん、昨日も忘れたよ俺、はい、すっかり。わかりました。昨日でもバタバタなんだよね。そう、昨日もね、ツタヤ来てちょっとまだ慣れなくて。そうだよね、すいません。まだちょっと待ってみたのに。 NUJJ さん、 Tuesday my Oasis。 ん、そういえばあれ見るのすっかり忘れた。匂う漂う匂う漂う火曜日の朝。あ、いいね。匂う漂う火曜日の朝。いいね。ベチョッチョさん、おはようございます。今日も匂ってるかいって。匂ってません。この高橋さんのね、ああ、ラッスンゴレライって来てるわけ。何これ、なんだろう、ラッスンゴレライ、ラッスンゴレライ。これさ、最近聞くよ。ペチョチョ来てるよ。ペチョチョペチョペチョ。メールから行こうか。はい、はい、時刻は8時37分を回りました。ここでメールを紹介したいと思います。はい、今日のテーマは、あの、高校時代の思い出ということで、皆さんメールありがとうございます。はい、ありがとうございます。まずはひーさん。はい、山内さん、泉さん、おはようございます。おはようございます。なんだかメッセージを送るの久々な感じがしておりますが、はい、今日も頑張ってくださいな。ありがとうございます。本当久々だね、ひーさん。高校時代の僕はいわゆる野球バカでしたよ。お、友達に体験仮入部に誘われたら、はい、先輩に部に入るやろと聞かれ、何も考えずにはいって答えてしまったことから始まった高校野球でした。お、いいですね。いいですね。でも当時の3年生先輩が硬式野球部を作ったらしく、最後の年になるということで総部メンバーで硬式戦初勝利なるかという30分のローカル番組からテレビ取材を受け、すごい、練習風景の中に自分がちらほら出ていった思い出があります。それは残るね。いいね。ちなみに僕は現阪神タイガースの福留孝介選手と同じ年です。うーん、午前6時から19時は学校で練習するのが当たり前の毎日でしたよ。そうですね。そっかそっか、もうすごい部活だったね。朝6時から朝練して、夜は7時まで。すごいね。どうですか、部活やってた高校の時。私も、まあ、部活やってました。放送部だったんですけど。そっか、そうそうそうなんでそうだね、散々そう言ってきたよね。そうですね、アナウンス部で、うん、うちのアナウンス部すごい強くてですね、あの、青森の何高校ですか。明けの星高校っていう。明けの星高校、はい、女子校で、はい、でしたね。女子校女子大なんだ。女子校女子大、はあ、だからか、はい、何が何がですかどういうことですかはい、私女子校女子大でしたね。お、すごいね。はい、でアナウンス、アナウンス やってて、発声練習ばっかりやってた。そうなんです。私も6時から朝、うん、学校行ったりして、夜8時とかに帰ってましたね。そうなんだ。何をするの、はい、本当に発声練習とか。発声練習と原稿読みと、あと、うん、本当の練習、この早口言葉とか。楽しい。はい、やってて、うん、すっごいきつい部活で、でしたね。俺そんな部に入ったらもう3日もたんはずなそう、どんどん少なくなってきましたけどだよな、はい、でもあの、多分アナウンスっていうのがすごい有名な高校だったんで、うん、あ、だから厳しかったんだ、はい、あ、なるほどね、それであの来る人が多くてアナウンスやりたいって言って、うん、で同期の子とかはアナウンサーになったりしてますね。お、誰、あの、知ってる、みんな地方、いや地方で、
はい、仙台でアナウンサーやってること、青森の NHK で働いてることがいました。青森結構、うん、アナウンスすごい強くてですね、うん、しかも青森の子ってなんかね美人が多いイメージなんですよ。ああ、まあはい、津軽美人って言われる地域はありますけれども、ね、色が白くて、はい、なんかね日本海側、そう清楚な感じ、はい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 、アナウンサーにぴったりかなと、はい、いうイメージですよ。確かに、うん、津軽の子がアナウンサーになってますね。私の友達でも津軽とまた別違うわけ、あのですね、うん、日本海側が津軽って言って津軽美人とか、うんうんうん、秋田も日本海側で秋田美人っていうじゃないですか、うんうん、あはいはい、そうですね、あそこの日本海側は可愛い子が多いんです。あでも私がいたちょっとあの南部寄りっていうか、なんていうんですかね、山川東寄り、うんうんうん、八戸とかの方は、うん、なんとそうでもない南部ブスと南部ブスと呼ばれてた地域でございます。ひどいね、南部ブスって言うんだ。あなぜか、うん、太平洋側っていうんですか、うん、太平洋側の方はブスって言われることが多くてですね、仙台もブスって言われますね。仙台もブスがすごい多いって、これ語弊が出るかもしれないですけど、語弊は出ますよね。あ私もブスって言われてましたから。そうなの。はい、南部の方はブスって言われることが多いですね。はい、別にブスかなそう思いませんけどね全然。いやもうどんどんすごいムッシュかまやつって言われたことがあります。 なぜか高校の先生に。先生に言われるわけ。そうひどいな。あそういう感じで強くたくましく、うん、やってたわけです。そうですか、はい、すぐメスメス泣くくせに。はい、はい、続いてマロダンさん、はい、山内さん泉さんおはようございます。おはようございます。高校時代の思い出、はい、工業高校出身の私には甘酸っぱい思い出はありません。むしろ汗臭い。お学校生活に大した思い出もなく、バイトに勤しんでおりました、はい、それなりに稼いで裕福な暮らしをしていました。お、まあ、男友達と電波に乗せて言えないことばっかりやってたから楽しかったですけどね。いいなあ、だ男の友情っていうか。いやいや違う、えげつないことだよ。何を美化しようとしてるんですか。そういう感じのところがさ、うん、なんかこう美化になっていかないですか。あのバカやってたことがもう楽しい思い出みたいな。あ、まあ、今となったね。そう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 。でもまあ高校生がやるね、あのバカなことっていうのは大体大体もう。お金もあったらだろうしね。大体もう。何をしてたんでしょうか。変なことですよ本当に。くったらない。女絡みっての。でも甘酸っぱい思い出はないって。あそっか、うん、何をしてたのかな。山内さんとちょっと違うかもしれないですね、想像してることと。どうですか。何が。山内さんのことも聞いていいですか。あ僕の高校時代、はい、僕の高校時代はね、はい、あの勝手に週休2日とか3日とかして勝手にあの満喫しておりました。本当に楽しくてね、高校1年生の時に、はいはいはい、時効かな、言っちゃうか、うん、もう時効、クラス会をよく開いて主催して、はいはい、で飲んだみたいな。はあ。でいろいろと。いろいろ。あのね、好きな子がいて、はいはい、その子とお泊まり行ったり。あもうこれはギリギリのラインかな。ギリギリか。そうだね、法律はダメなの。法律はダメだ。そうだね。ごめんなさい局長。ごめんなさい、まあダメでしたね。だからダメなやつでしたね。皆さん真似しないでください。まあ一回ねそういうことをすると、うん、結構構成する人が多いですからね。そう構成してますからね、うん、僕はね一回ハメを外した方がいいかもしれないですね。そうでもないと思いますよ。でも私の友達なんかも、うん、あの中高ちょっと悪やってた子は、うん、あの高校卒業したらやっぱり働かなきゃいけないから、うんうんうん、ちゃんとしてますよ、うん、あのもう本当にしっかり。そうそう、僕もね高校時代は全く勉強しなかったわけ、はいはい、だけどその映像の学校に入って、うんうん、そこからねいろんなことに興味やっぱ持って、うん、図書館とか行ってましたよ。猿でも分かる相対性理論読みましたからね。あ
相対性理論今私興味ある、ねうん、でもね全然わからない。あ今ほらあの映画映画とかのインターステラーも相対性理論あそうなんだ面白かったですよ、うん、なんかねかまあいっかちょっと説明できないな。最近また見たんですけど、はいはい、このね相対性理論の話、はい、でもねもう今思い出せないアホだから沖縄市のみんみんさん来てますよ、はい、みんみんですが少し時間あったので書いちゃいました。ありがとうございます。局長泉さん私の高校生の思い出は、うん、たくさんあり語りきれませんが、はい、少しだけ語ります、はい、私は毎朝3年かけて小座から江南高校まで通っていました。すごいね江南高校遠いんですか。那覇にある。あーすごい我ながら頑張りましたね。それでミンミンはナイチャーの野球部に憧れて一人のためにお守り作るのは恥ずかしくてベンチ入りみんなのお守り作って部室に置いていましたいい思い出。あの頃はウブだったんですね確か大阪の人でしたよってことで。いいねいいですね。これは綺麗なあれですねそういえば私も高校生の時なんか、うん、あの沖縄の男の子に初めて手紙書きました、うん、なんで野球で感動しましたみたいな感じで。ああそうそうそう今思えば名前も忘れちゃいましたけど。あそうなんだ。そうなんでかあのね熱闘甲子園ってあるじゃないですか。 あれ見てすごい感動してそのままもう走り書きですした思い出ありました思い出したそう、うんいい思い出ですね。いい思い出ですね。もうねそういうことしますよね。ね僕はね爽やかな思い出がないなどうしよう。でも一個ぐらいあるんじゃないですか。ちょっと思い出しておきましょうね、うん、爽やかな、ね、強烈すぎるんじゃないいろんなのが大体ねでもね のあれでしたよ、僕なんかね、はい、謹慎とかほらなんだっけ、うんうん、出廷ってあるじゃないですか、はいはい、出廷だけど学校に行かないといけなくて、うんうん、朝早くから生徒指導のこの小林先生のところにずっといるわけ8時そうなんだ7時かなぐらいからずっと、はいはい、遅くまでもう部活並みですよ6時ぐらいまで、何するんですか。勉強してるわけ。ああ正座とかしながら勉強してるわけ。あもうねあれが超きつかった1週間とかさ1週間長いで俺はね3回ぐらい食らってるから何したんですかそんなそうなんだ。そうひどかったよ。しかもさ大体高校生ってほら、うん、友達とつるんでそんなことするじゃないですか、うん、僕はね割と他校に友達がいて、うんうん、見つかったら学校で僕一人なんですよ。だから俺一人でねずっともう勉強いや友達も誰もいないいやたまに友達が来てうーっつってからかわれてね。あそうなんだ。そうそうひどいだろひどいな私ほど遠いですね。そうですか、うん、スカート短いとか注意されたりとかみんなしてましたけど高校の先生がすっごい厳しい先生がいて、うん、朝ラジオ体操する習慣があったんですよ、はい、あのクラスで、うん、でした時にこうやって手上げるじゃないですか、うん、そしたらここで折ってるやつを先生わざと見つけて、おれーってやって男の先生が男の先生、すごいね。最初セクハラとかってみんなすごい、うん、あの強い子たちが言ってたけど、はい、だんだん慣れてきて面白かった。丸田さんコメント来てますね、はい、ゲーセンに入り浸ったり友達に原付で自転車を牽引してもらって毎晩家で酒飲んでとか当時にしては常識ですよねどうですか。そっか、うん、常識かな。ペッチョチョよく飲んでゲラゲラしてたなこらこらマロダンにペッチョチョこら朝は爽やかにってこら一郎はいごめんなさい爽やかにね。でもそうですね。じゃあさらっと流した一曲お届けした後に、はい、ちょっと爽やかなあれを考えておきましょうか泉さん。そうです ね, ね、はい、どうですか。どうどうですかはいここでみっちょおじさんのリクエストでスト、うん、サザンオールスターズの希望の輪立ち。連絡だって。
いっぱいメール来た、ありがとうございます。やっぱりあれ、あれチョイスしようか、テーマと。はい。テーマじゃないやつ。テーマ？あー、テーマじゃない。あー、早く入ろう。許可東中4に入るからね。オッケー。テーマは未読にしよう。わかる？はい。未読ってわかる？未読、はい。あグーのまま面白いよ。あグーのまま？未読になってますか？うん、今未読。してない。あ、これですか。わかりました。ついてるやつはとテーマに関する、うんうん、あれ、はい、ついてないやつが普通のメール。はい、わかりました。あ、いいね、ジュンちゃんも面白いね。わかりました。おー、中学生が来てる、今日は東中学校の生徒さんたちが来て職業体験してますよ。あ、スキー場に来てるかな。あ、お知らせ来てるよ。お知らせっていうか知り合いから来てるよね。あ、そうそう、この間ゆきさん、こんにちは。あ、こんにちはですね。おはようございます。今何て話してる？あ、知り合いから来てるよって。違う違う、その前の。あ、スキー場です。あ、献血？まだ来てないよ。来てない？うん、そうか。あの。好きや。落ち着いてますよ。泉っちゃおじさん。あ、泉っちゃおじさん。そう、この間ゆきさんって、水戸のゆきさんって、うん、この間のいっぱい講演してくれた方が、知り合いでしょ。うんうん。で、なんかその時に沖縄海に入れますかってコメントしてて、うん、で、そうそうそう、入れないですねって言った。はゆみさんが、はやみさんが来ました。はやみ、あの髪もかわいいな。うん、かわいい。はやみさん、なんでもない。何？なんでもない。かわいい。ありがとう。聞こえてるかな。聞こえてる。やっぱり高校時代の思い出っていうのは盛り上がるんですかね。うん、やっぱり盛り上がりますね。マジで。マロダンさん、あすみ、NJ さんも、おやすみなさい。ゆっくり休んでください。はい、じゃあちょっとメール紹介しましょうか。はい、ちょっと待って、いくよ。マーディさんから、うん、あれ、あれ、マーディさんだっけ、うん、はい、え、違う、可愛いと思いますよっていうやつしかない。いいよ、だからそれで、はい、いくよ、コメントも開くから。はい、はい、時刻は8時53分を回りました、はい、この時間も元気にお届けしていきます、はい、お相手は私、はいはいはい、林泉と、林泉と申しますよ。林泉と、あら、テンションがだんだん下がってきました、ね、下がってきましたけど、合わなかったですね。はい、マーデさん、はい、メール来ております。はい、マーデさん、ありがとうございます。イーズさん、可愛いと思いますよ。話しやすいし楽しいですよ。 ありがとうございます。この前来た時話したんですか。はい、昨日来られてましたね。あ、そっか、お子さん連れて、すごい可愛かった。ねえ、うん、マリさんの子供超可愛いよ。可愛 い, い、ね、なんかすごい元気にね、うん、名前を言ってました。名前、おはようございます。いいですね、可愛かったです。はい、コメントもいっぱい来てるので、ありがとうございます。ちょっと読みたいと思います。はい、イミチャーズさん、はい、高校時代ダイエーのサービスカウンターでバイトしてたけど、老け顔のお客様とテナントの化粧品売り場のお姉さんからは社員と思われてたらしく、バイトが休みの学、あ、バイトが休みの時学ランでダイエーに行ったら、あんた学生だったの、かわいそうって笑われたよ。なんでかわいそう、老けてたんだね。でも俺もね、高校の時、今でこそほら、もう俺22、23に見えるじゃないですか。はい、聞いてますか。あ、はい、聞いてますよ。ごめんなさい、今違う世界に行ってました。ボケ殺しですな。高校の時ね、はい、20歳とか22歳に見られました。あ、でも私もそうですよ。あ、そうなんだ。同じ、多分そういうのって、でも今年そうだぜ。そういうふうに言われるようになるって励まされませんでした。
あんすか、年取ったらあんすか若く見られるよとか、あんすか、あんすか。でも泉年相応だぞ今。 ありがとうございます。24、5でしょ。山地さんも年相応、それより若いかもしれない。それより若いってだから言われるっつーの。言われるっつーのこの手、はい、ちょっとお知らせ入れましょうかね。はい、ごめんなさいね。全部大丈夫ですか。うん、全部は言いません一人で。はい、はい、まずはですね、はい、沖縄食育講演会のお知らせです、はい、食から見えてくる沖縄の健康長寿復活ということで、はい、平成27年1月21日明日ですね、1月21日、午後1時半から沖縄市民会館中ホールで、講演会があります。食育に関するですね、はい、食から見えてくる沖縄の健康長寿復活ということで、講師に佐喜眞淳さん、琉球大学の保健管理センター准教授が、講演します。1月21日明日ですね、明日午後1時半から、沖縄市民会館中ホールで入場無料で行われますので、ぜひお時間ある方、興味がある方、参加してみてください。はい、そしてそして市民交流ツアーも、ね、後であのゲストで来ます。あ、本当ですか、はい、そしたら後での方がいいですか。そうだね、後でいいよか。じゃあ後で楽しみにしておいてください、はい、あのね、かわいいかわいい市役所の、さとみちゃんが来ますので、はい、楽しみにしてましょうね。はい、はい、そして続いて、はい、続いてエイサー写真館のお知らせです。はい、沖縄市産業祭りでですね、うん、1月24日土曜日、25日日曜日、時間は24日の方が10時から6時まで、はい、そして日曜日の25日が1時から5時までの間で、はい、沖縄県総合運動公園体育館サブアリーナでエイサーの写真展を開始いたします。あら、まあ、はい、今回の写真展は沖縄市青年団協議会に所属している23団体がをエイサー屋が招集した新旧の写真と映像で紹介するそうです、はい、多くの皆様のご来場お待ちしておりますよ。いいですよね、これね、はい、あの産業祭りと併設というかその中で行われるそうなんですけども、うん、産業祭りで美味しい食べ物を食べてね、はいはい、そしてこのエイサー写真展を見てもらうと。いいですね。いいですよ、産業祭り行ってみたいです。この間宜野湾市もあってで、うん、入ったの？あの早見さんが言ってるのちょっと上げてるの見たんですけど、うん、来週が今週の土日が沖縄市ということで、はい、あのね、本当に僕去年行ったんですけど一日中楽しめますので、あ、いいですね。どういうのがあるんですか、うん、他に、ね、あの食べ物オンリーで過ごせます、ね、ああ、いいですね。あともちろんステージで催し物とかもあるんだけど、はいはい、あのそれ見つつこの県外のものとか海外のものとかがあるんですよ。あ、食べ物ね。そうなんですね、うん、だから普段めったに食べれないものなんで、沖縄市のだけのだと思ってました、うん、だけじゃないわけ。それがねやっぱ沖縄市らしくて国際食豊かだし、はいはい、あの本土のものもあるし、はい、長野県とかね、リンゴとか、はいはい、そうなんです、ね、すぐ売り切れてよリンゴ。へえ、そうなんですね。そう、去年とか僕も全然買えなくて、今年は美味しいですね、リンゴ、うん、行きたいと思います、はい、ちょっと家族でね楽しめますので、はい、9時台もどんどん楽しんでいきたいと思います、はい、皆様のメールもお待ちしてますよ。この終わり方をもっと工夫しないといけない。これ急になるやつですか、うん、この急になるやつがわからない。いつもだってテイクを押す。あ、これはねもうこの時間は必ずこの入るようにしてるわけ。9時前、うん、はい、わかりました。カズオさん、熊本からハイサイ。カズオさん久しぶりじゃない。この間フェイスブックで友達になってましたね。マジで、うん、カズオさん俺と友達かな。結構友達、共通の友達多かったはず。多いよね、うん、だから、たぶんイミッチおじさん、俺35歳に見られてました、ね、さらっとこう乗ってるうまい。天気ね、はい、なん
はい、時刻は9時を回りました。ここで沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えいたします。はい、まずはお天気からです。沖縄地方は今日は曇りとなっています。はい、降水確率は6時からお昼の間で 0%、 お昼から夜の6時までの間で 10%、 6時から夜中の12時の間で 30% となっております。はい、日中の最高気温は20度で、北東の風のち東の風、波の高さは2メートルとなっております。沖縄本島地方では20日は空気が乾燥する見込みです。火の元、火の取り扱いにご注意くださいとのことです。はい、今日は曇りですね。はい、ちょっと寒いのかな。はい、はい、続いて道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道からですが、今のところ目立った混雑はないようです。ただ、先ほどもお伝えした通り、沖縄インター、金インターチェンジ、宜野座インターチェンジ間で故障車出ています。ぜひ皆さん、通行する際は気をつけていただきたいと思いますよ。また一般道ですが、現在ですね、沖縄市内では渋滞が見られません。どこもですねスムーズに流れているみたいですね。ズケラン・ライカム交差点も今渋滞は見られない模様です。また、国道58号線や、330、329ともにですね渋滞は解消されている模様ですよ。皆さん、それでも安全運転でよろしくお願いしたいと思います。はい、はい、お願いいたします。お願いします。はい、皆様気をつけて通行してくださいね。以上、はい、道路交通情報をお伝えいたしました。はい、じゃあ1曲お届けした後に、はい、トークテーマいきましょうか。はい、それではテイトーはウィズ椎名林檎でアップル。写真もありがとうございます。あれ、今日AKB来ないな。風邪じゃない、インフルかな。インフル。昨日TSUTAYAの番組の時も辛そうでした。辛いけど来るってありがたいな。そう、辛いけど打ってますみたいな感じだ。これさ、今日何の日やったら、割とメール紹介しましょうか。おはようございます。めぐちゃんです。メール紹介、はい、マーデーさんから、うん、匂い嗅いでる。いい匂い。そう、嗅いでる。うん、いい。本当に臭くないよ。なんか顔をこう近づけるのが抵抗がある。抵抗がある。何回言う、一回で言う。抵抗がある。3回。ここまで来たら、あとはもう少し。私間違ってノート反対に書いちゃったんです。だからこうなの、本当は反対に書いちゃって、こうやって読んでまたこうやって見ないと。それ以外に言いようがないじゃん。バカだね。どじっこ。ほんとどじだよな。昔から。昔から。めちゃくちゃ。うん、もっと昔から。もっと昔から。はあ。よく転んだりするし。よくぶつけるもんな、体な。なんだろう、やっぱり、運転は大丈夫なの。うん。運転大丈夫なんですけど、まだ事故してないんですけど、たまにあのね、眠いって思ってなくて急にカクンってなる。わかるわ。あります。でも俺は眠いと思ってるな。
あれやばいよこれ。やばいですよね、うん、超やばいよ。この間やっぱり睡眠不足の時にそうなりやすくて恐ろしい。じゃあ眠いって思ってても泉はちょっとパープリンだから眠いって思ってないだけなんじゃないの。そうなんかな。そうそうそうだよ。でコクンってなってから眠いってなるんですよ。やばいと思って、うん、でも何回頑張ってもこうなるから。この間そうそうそう、この間こうわってなってでも大丈夫だったんですけど。気をつけんと。そう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 、気をつけます。あの時は眠った方がいいよね、うん、途中朝早いんだか朝どっかで火曜日だけですけど。ありがとうございます。ありがとうございます。献血来たんだ。献血来た。名護市明王大学。紹介してる。あ、紹介してる。これしてるよ。西の運輸性能。性能メイクマンみたいに。今日は何の日か。次は、うん、県立埋蔵文化財センター。千原でいいのか。なあ、やっぱまだ頭重いなあ。黙ってたら頭重くなるな。え、なんか喋り続けておる。オッケーです。なんか今日ちょっと合わないですもんね。何か、なんか私たち。あ、そう、合わなくないですか。私に任せようとして、うん、あの喋ってあまりくれないのか、それとも、あのこっちの二日酔いの方なのか、どっち。あ、そうですか。そう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 。やっぱ二日酔いの方なんじゃない。考えるのが遅いかもね。そんな思われてるんだったら。そう、なんかちょっとこうテンポがぼんやり。あ、そうなんだ。私こう喋んなきゃみたいな。頑張る。いや、はい。お、さとみちゃん、かわいいさとみちゃん。はいはい。何時からでしたっけ？30分。うん。不思議発見の前に出てもらうか、はい、早く来てるから。はい、さとみちゃんの結婚式がね、感動的でね。長かったやつ。長かったってやつ。ええ、父親の気持ちでしたね。あんちゃんこんな言うのかなって。だけはい、今日何の日ね。はい、時刻は9時8分を回りました。この時間も元気にお届けしていきま す,、はい、すね、お相手は私林泉と、はい、山内がお届けします。はい、まだまだ皆様からのメッセージをお待ちしております。はい、宛先は761@fmkoza.jp、うん、761@fmkoza.jp です。はい、それでは続いてこのコーナーです。今日は何の日のコーナーです。まずは沖縄手帳からご紹介いたします。はい、今日は1月20日火曜日、旧暦は12月1日となっております。満潮は7時28分と夜の6時50分です。はい、干潮はお昼の12時50分、あ、違いますね、夜中ですね、夜中の12時50分と、はい、お昼の1時となっております。はい、はい、今日は大寒です。うん、はい、大寒っていうのは寒い日。はい、一番。はい、そうですね。この間私が担当した1月6日が小寒でしたね。お、1週間経って。2週間ですね。2週間経って、はい、大寒。はい、1月6日が小寒で1月20日が大寒となりました。うん、い、はい、今日は20日正月。そしてですね、うん、県最低温度久米島で2.9 度。お、出た。1963年です。これ雪降った日じゃない。あ、そうなんですか。うん、久米島でもそんなになるんだね。ね、50年ぐらい前です。はい、はい、そして今日は
その他の何の日、はい、生類憐れみの例が廃止された日、はい、1709年の今日ですね。はい、はい、そしてバスケットボールが誕生、すごいね、1892年。もう今日じゃあ生まれますよって言って始めたのかな。そうかな今日バスケやりますよっていう、あ、制定されたのかな、ね、不思議ですね国際連盟成立1920年、うん、はい、日本初のダイヤル式自動電話制実施、1926年です。こう回すやつですね。あ、はいはいはい、はい、学校給食開始1947年の今日、うん、はい、そして、うん、はい園山俊二が飛ばしてここ来るか57歳、ご存知なの？いや、目に入りました57歳で死去された日、はい、1993年、そしてオードリー・ヘップバーンも死去された63歳でした、はい、1993年でした。そうなんだ、園山さんとオードリーさん同じ日に亡くなったということで、うん、はい、はい、誕生日は何ですか。今日は金峰毛、うん、金峰毛、ね、バターカップって書いてますね、英語名がバターカップ、うん、そして花言葉が子供らしさです。はい、ね、素敵。はい、以上今日は何の日のコーナーでした、はい、続いて献血情報をお伝えいたします。はい、はい、献血情報がどこに行ったかな、出たわさわさしてますね。じゃあちょっと、コメント読みたいと思います、はい、えみっちゃおじさん、17歳の時33歳の女性客に告白の手紙をもらいました。おー、すごい、すげーな。彼女いますか、結婚していますか、夜電話してくださいって電話番号を書かれてました。すごい、電話して高校生ですけどって言ったらショック受けてましたよ36歳ぐらいと思ったらしいです。俺の方がショックでした。確かに、いやいやいや、すごいですよね。あー、すごい。告白の手紙もらったことありますか。あー、ありますね。あ、そうなの。あったと思います、そういう時代も。本当勘違いかな、いたずら、いたずらかもしれないし、うん、勘違いだったか夢かもしれない今度泉のね、写真持ってきてください、はい、高校生の時の。いや、そんな変わんないですよ。本当、はい、全然そんな変わん、ちっちゃい頃からあんまり変わんないって言われます、うん、何その顔山内さんありますか、高校の時告白されたことを、ね、ね、ありますよ、こう見えても一回だけそれはん、それはいつどんな女性からでしたか。ね、中学校の時に、はい、ちょっとあのやんちゃな女性からやんちゃ、すごい丸くこう収めてますけれども、はい、そんな感じです。いいですね、はい、はい、そんなこんなで、あの献血情報が見つかったのですみません、はい、お届けします。はい、はい、今日の移動献血バスは名護市、宜野湾市、北谷町、西原町に献血バスがお伺いしております、うん、はい、まずは名護市明桜大学に9時30分から午後5時30分まで、そして宜野湾市大山、沖縄西濃運輸に9時から午後の1時までの間、そして北谷町美浜メイクマン北谷店に2時30分から5時までの間、西原町上原県立埋蔵文化財センターに8時30分から10時までの間、そして千原琉球大学に12時から17時夕方5時までの間にお伺いしております、はい、そして県内の医療機関に供給されました輸血用血液は全部で177名分となっています。また本日の必要本数ですが、 A 型が80名分、 O 型が60名分、 B 型が40名分、AB 型が20名分となっております、はい、皆様方の献血のご協力をお願いいたします、はい、よろしくお願いします。はい、続いてここでですね、はい、ちょっとあの一曲お聞きしていただいた後、素敵なゲストさんを呼びたいと思いますよ。
それでは、フーバーフォニックでワンお聞きください。さん、こっち座ってもらってもいい？はい、よろしくお願いします。隣に、はい、池田と申します。あ、はい、静井と申します。はい、風邪ですか？やば？いや、病み上がりです。インフルだったんでしょ？インフルで、その薬のアレルギーが出て、ちょっとまたジンマシンが残ってるので、何飲んだんですか？何飲んだ？普通のとかそういうのですか？あ、うん、インフルではなくて、インフル風の風邪でした。あ、そうなんだ。はい、うん、でも、頭痛いって言ってた。そう、すごい頭痛。だからもうインフルなんですよ、症状は。そうなんだ。でも病院に帰ってもインフルじゃないって言われて、だからインフル風です。え、今日米沢の。はい。で、どんなツアーがあるのかっていうのも聞いていい？はい。どこに行くとか。うん。なんですけど、残り1名になってしまって。あ、結構ガッツリ来たね。なってしまったから。じゃあもう1名に、はい、最後の1名ですよ。最後の1名、最後の推薦枠みたいな感じ。あれ、ね、残念。だからちょっとあんまり呼びかけできなくなっちゃって。たださ、うちもさ、やっぱ今ちょっと厳しいなってなったわけよ。今3泊4日開けるのがですよね、うん、長いですもんね。でも誰かちょっと生かしたいなと思ってたんだけど、やっぱり難しかった。ごめんね。いえいえ。でもぜひぜひ、はい、もうちょいしたら俺がいなくても回るような体制になりますので。じゃあ10年後ですね。違います。いやいや違う、今度はあの10年後なので、あるとしたら。あ、そうなんですか。そうなの。そう、これ40周年記念のでやってるので、姿勢今度おそらく50周年、あるかわからないんですけど、しかも10年後。あ、じゃあ次あるかわかんないですよって言うよね。だから今回限りかもしれない。あら、もう殺到するんじゃない、うん、したらこのあれが安くなるの、参加費。いや、変わらない。変わらないです。全然。はい、じゃあ行くよ。はい、はい。あと、できたらいいので、これちょっと私も、はい、見てないからちょっと怖いんですけど、言っていいのか。あの、産業祭りに豊中市からあの町金くん来るんですけど、うん、なんか謎解きゲームをするらしくて、ぜひ告知をって、なんかいっぱい朝印刷が来てたけど、まだ読んでないんですよ、私も。オッケー、なんかさらっといきましょう。はい、じゃあいきますよ。はい、オッケー。じゃあ自己紹介からしてもらいますね。時刻は9時18分を回っています。この時間は引き続きテーマトークではなく素敵なゲストさんが来てくれています。びっくりしますね。はい、はい、すいません。では、自己紹介、はい、よろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。沖縄市経済文化部文化観光課の池田さとみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、出ました。文化観光課の美人さん、はい、いえいえ、花、顔、いえいえ、そんな持ち上げてどうするんですか。いえいえ、いつも元気で可愛らしい、はい、ありがとうございます。はい、がしかし、がしかし、病み上がり、病み上がりで、ちょっとあのアレルギーの後遺症が、そう、まだあのね、湿疹が2週間ちょっと残るって言われたので、ちょっとマスクで、うん、マスク美人でちょっと、はい、今隠していきたいと思います。はい、さとみさん来ていただいたのは、はい、なんと市民交流ツアーがある。はい、第3弾です。
今回は山形県の米沢市と、うん、沖縄姉妹都市締結して20周年になりましたので、それを記念して、はい、来月2月の13日の金曜日から16日の月曜日の3泊4日で市民交流ツアーを行います。はい、はい、いいですね。米沢牛、米沢牛です。美味しいですよ ね、 彼女はね青森出身なんですよ。はい、そうなんですか。そうなんです。だから車で行ったことあります。なんだか、米沢市にですか。はい、あ、そうなんです。ドライブインでも米沢牛が美味しく食べられます。いいね。いいですね。私米沢市初めてなのでもうすごいドキドキしてるんですよ。超楽しみです。はい、あ、さとみさんも行くの。はい、私ももちろんですよ。行きますよ。行かせてください。いい。寒いのでね、気をつけて。そうですよね。はい、さとみさんはじゃあガイド的なことやるの。私は、はい、添乗員的な感じで皆さんのサポートをさせていただきたいと思います。いいです。大変だね。大変ですよ少し。結構慣れてるところだったらいいんですけれども、うん、私も初めてのところなので結構今回は気合い入れて乗ってみたいと思います。はい、はい、ただ、もうあと1名。そうなんです。先着30名ということで、はい、先月から募集をかけていたんですけれども、はい、ありがたいことに今日朝一で2人の電話予約をいただきましたので、はい、残り1名となりました。はい、皆さんもうね、早い者勝ちですよこれ。はい、本当に。で、はい、私詳細を申し上げてないんですけれども、はい、2月の13日の金曜日から16日の月曜日の3泊4日、はい、で、参加費が旅行代金正規10万円かかるところを3万3000円沖縄市が助成いたしますので、はい、参加費6万7000円、はい、でこちら3泊の6食付きになっております。すごいですね。はい、でもうこの期間中はあちこち観光地、はい、もうこれがまたすごいんですよ。はい、姉妹都市の米沢市だけではなくて、はい、東京都、あと栃木県、そして福島県で山形県に行きます。うん、すごいですよね。すごい盛りだくさんですね。はい、もう観光も日光から、鶴ヶ城や会津、あと会津、はい、会津って結構有名らしいんですけれども、はい、どうでしょうか。有名、会津、若松。あ、そうなんです、うん、はい。結構なんか歴史好きとかそういう方々にはすごい楽しんで、はい、いただけるかなと思います。前タイガやってましたよね、八重の桜。あ、そうですよね。会津ですね。で、15日日曜日が米沢市。そうです、メインですね。こちら米沢市の一大イベント、雪灯籠祭りに参加します。お、なんですか、雪灯籠祭りって。なんかすごい素敵な雰囲気。すごい、なんか写真、あ、これ写真もついているんですけれども、はいはいはい、こんななんか幻想的な、すごいですね。雪の中にろうそくがあって、で灯籠があって、はい、すごいですね。いいですね、鎌倉があったり、うん、いいなこれ。いいですよね、すごい、うん、楽しみです。この写真見たらもう行きたくなるね。うん、はい、はい、で最後の日が、なんと東京で。そうです、東京で。こちら定番のちょっと観光地になっているんですけれども、はい、浅草だったりアメ横だったり散策いたします。うん、はい、いいですね。これだけ回ってで3食、6食付きですね。しかも結構な米沢牛だったり、ね、あと北方ラーメン、こちら日本の三大ラーメンの中の一つ、いいですね、はい、ついてますので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。それで6万7000円ですからね。6万7000円です。はい、はい、で残り1名。残り1名です。こちらでも募集してみます。違うね、役所にね。そうです、いいね、キャンセル待ちも行いますので、はい、ぜひ1名と限らず、はい、3名でも5名でも来ていただきたいと思います。はい、ぜひぜひこれを機にですね、はい、山形ってなかなか行く機会もないと思いますので、はいはい、これを機に皆さん行ってみてはいかがでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、連絡先は、はい、連絡先の方が、はい、098-939-1212、内線が3553になります。はい、こちら経済文化部文化観光課、私池田までお願いいたします。さとみちゃんお願いしますと。はい、よろしくお願いします。言ってもらえれば、はい、はい、で
このですね、米沢ツアーですが、はい、もう次回がまだ予定されていないというか、予定されてないです、はい、ね、今回20周年記念事業なので、ね、もし次回あるとすれば10年後の30周年そうですね、はい、というのもありますので皆さんぜひぜひ参加してみてはいかがでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、続いて今度はこれは産業祭りでですかね、今度の沖縄市の、はい、今週いよいよ沖縄市の産業祭りが沖縄県県総合運動公園で開催するんですけれども、はい、こちら兄弟都市の大阪府豊中市から、うん、はい、キャラクターの町金くんが、出ました、はい、来てくださるんですけれども、ワニの着ぐるみですね。そうです、はい、はい、町金、ワニの町金くんでこちらがですね、去年も町金くん来ていたんですけれども、あ、そうなんですか、はい、今年はなんか特別に、うん、し兄弟都市締結40周年というのもありますので、はい、なんか謎解きゲームを、ね、はい、行うそうです。謎男爵からの挑戦状、これすごいですね、はい、豊中市の魅力を探し出せっていうことで、はい、参加費は無料、参加費、はい、無料ですということですね、うん、何か謎が解けたら商品とかあるのかな。謎が全て解けた方に町金くんの缶バッジプレゼントするみたいですなるほど、はい、いいですね、ぜひよろしくお願いします、ね、まあまあまあ、ゲームを楽しんでいただけるということですね、はい、産業祭りはいろんなまたブースで食べ物とかね、はい、魅力的な、イベントやってますので、そうですね、はい、ぜひぜひ、はい、産業祭りにも兄弟都市ブースだったり、うん、姉妹都市ブースだったり出てますので、ぜひ米沢も、米沢も来ます、米沢牛です、ありましたよね、はい、美味しいんですよね、あの米沢牛、ね、これね、でも並んでますよね、並んでます、私毎回並んで、ね、僕ね去年だったかな、子供と行ったんで、はい、ちょっと諦めたんですよ、もう子供がわさわさして、あ、そうなんですね、お腹空いた、並びたくないっつって、いやもうあれ1年に1回しか食べれないので、ね、今年はねちょっと頑張ってみようかなと思います、はい、ぜひぜひ、私もちょっとどっかのブースにいる予定なのでぜひ、里見さんはずっといるの、います、今土日入り予定です、はい、じゃあちょっと探しましょう、ね、お手伝いで、はい、はい、おります、はい、それでは、はい、大丈夫ですか、言い残したことないですか。じゃあ皆さん残り1名です、どうぞよろしくお願いいたします。そうですね、山形県米沢市の姉妹都市締結20周年記念事業市民交流ツアーとですね、また今週の土日で行われます産業祭り、沖縄市産業祭りの、豊中市謎解きゲーム、これ両方ぜひ皆さん参加してください。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ということで今日は、文化観光課から池田さとみさん、はい、どうしてもね急性で旧瀬玉木です池田さとみさんに来ていただきました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。大丈夫、なんか、はい、大丈夫です。大丈夫、あとでもう一回ね、電話番号告知しとこうね。はい、お願いします。はい、これかな、こっちにさ来たらそっちに回しましょう、ね、はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとう、はい、マーゼさんだ、どうしますか、メールは読まないから。だからよ、これやばいな、うん、読んで泉のコーナー行く、まだ時間あるから、途中で泉のコーナー行こうぜ。はい、マデさんからかな、違うか、マデさんからないから、マデさん来てるや、うん、え、もうこれ LINE 死んでるね、エロがあるの、仕方、あ、そうなの、これね、ハグーのママさんからかな、うん、来てるよ、あ、マネさん、アグのママさんってこの方ですか。そう、あ、そうなんだ、うん、
さんはやってらっしゃいますね。その包容力のおなんか器の大きさですか。見習います本当に。素晴らしい。これを死んでらっしゃっていきます。これ何？どこの？うちの。ただでしたの。ただでした。これどっからでした？あちょっと待って。裏側から。何に刺してた？刺さってないよ。あのカゴに入ってたやつ。そうそう。信じるね。しかし。ねえ。ねえ、泉。は？あ？今、違う世界に行ってた。得意だな。あれよ。上司の、もうあれだよ。動きはずっと言ってた。ああ、すいません。ねえ、何か盗まない。そうだよ、盗んで。わかりました。どうしようかな。盗みで早く、はい、結構痛いこれではいいと思う。早くよ、はい、すぐ行こう。泉から読んでね、メールね。はい、テーマから悪のママさん。はい、はい、時刻は9時31分を回りました。はい、はい、あのテーマトークですね、うん、高校時代の思い出ということで皆さん、ね、ありがとうございます。いっぱいメール来て、読むの遅れて申し訳ないです。はい、はいはい、でさっきですね、私がなんかムッシュかまやつに似てるって言われたことに関して、はいはい、アグーのママさんから、はい、先ほどムッシュかまやつと出ましたが、私も初めておしゃれパーマをかけた時に同僚にムッシュかまやつと現れました、うん、あれ以来パーマかけてませんって言ってますね。そっか、私もパーマかけてたから言われたかもしれないですね、うん、ムッシュかまやつって。そうですか、顔かな。まあ、はい、はい、そういうことでちょっと疑問を少し、はい、解けたかな。はい、ではラジオネーム、ね、マーデさん、はい、いきますね、はい、僕は体重 66.1kg になりましたよ。エミッチャおじさんファイトです。おー、テーマ高校時代の思い出、はい、僕の高校時代の思い出はこのマーデーというあだ名のおかげで一気に友達が増え、後輩、先輩、同級生関係なく和気あいあいと過ごしていましたよってことです。そうなんだ、マーデーってどういう意味ですかね、名前に関係あるんですかね。そうなんですかね、本名言っていいのかな、ダメだよね。ダメですね。マーデーってでもいいですよね、あだ名をこうつけた方がやっぱり親しみやすくなりますよね。泉さん、あだ名は何ですか。私は、うん、イズミンとかとかズーミンとかとかボディー言わせようとしてますけど、私も後でねやっちゃおう。、はい、山内さん、はい、続いて、はい、はい、ラジオネームガンダムファイターアルゴガルスキーす。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます、はい、山内さんはフェロモン分泌しているんですか。そうですね。そうみたいです、はい、山内さんは昨日に続いて夜勤の人のための深夜放送的な発言、うん、まあ嫌いじゃないですよ。そうですね、はい。はい、遊び心があるということで、はい、仕事や趣味で力が出て生かされていると思います。ありがとうございます。はい、泉さんはですよ。喜んでおります。はい、はい、泉さんはいいんですか、言っちゃって。うん、いいですよ。トゥナイトファイブの恋なんですね、ということで。そうなんですよ。はい、ありがとうございます。山内さんがセレクトして、うん、ちょっとねそういう声出してということで、そうそうそう、夜の、芸人さんの番組に使わせていただいてます、うん、タイトルコールとあとジングルですね、はい、あれがね結構いいと思いますよ。ありがとうございます。うん、はい、いろんな声を出せるように頑張っていきたいと思います、はい、そして泉さんはブスじゃないですよって言ってくれてます。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。いっぱい言われてきたけど。はい、やったテーマと トークテーマが聞けました。、はい、テーマ高校時代の思い出、うん、泉さんとは真逆で工業というほぼ男水男水高校でした、うん、はい、なので女性の目がないのかかっこいいムーニーもなく淡々とした感じでしたよ。そっか、まさに華やかさはなかったです。格好つけるっていうのもなかったんだね。いいね、ありのまま。
そうですかね、格好つけたいんじゃない？まあね、うん、なんか女子校なら女子校で、うん、男子がいた方があの運動会とか盛り上がるとか、はいはいはい、なんか結構女子っぽく、女子校だってひどいんでしょ、そうするとかありますけど、スカートでバッタバタしたり、ね、そういう感じはありますけど、ね、まあ、そういう子もいましたけれども、うん、まあでもちゃんとした子もいますから、本当あとなんかすごい仲良すぎて、うん、手組んで歩いたりしてるからレズ子って言われたりしてましたでもただ仲いいだけで、うん、なんかね、外国の方もよくこうやって手ついたりし、ね、見ます、なんかアジア系の人とかも結構女の子同士でこう、うん、わきあいあいてやってると思うんですけど、そういうノリでしたね、なるほど、はい、学食が、女同士はいいですよね、はい、そうですね、うん、見た目もアルゴさんも楽しいでも高校生活だったと思いますよ、はい、はい、学食が安くて美味しかったです、うん、みんなソースやケチャップや七味唐辛子をかけ放題してましたよ僕はモチベンだったので玉の海弁は喜んでましたね、 なんか想像できる、いいですねいっぱい男子がこうわーってやって、そうそう、味を濃くしたいからねはい、ありがとうございます、はい、続いてジェヒョンちゃん、はい、山内様、泉さん、そしてリスナーの皆さん、おはようグルト。おはようグルト。高校の思い出、その頃はどっちが好きだったのか迷ってた時期で、部活終わって着替えてる先輩の姿にポッとしてました迷う時期がやっぱあるんだね。はいはい、ポッとね、ね、やっぱ迷うんですね、うん、最初からじゃないんだね、うん、思春期でこう変わるんですかね、そういうのは。あ、でもね、高校の時だからやっぱり思春期かね、うんうん、不思議な話、うんうん、ジェヒョンさん後でいるからちょっと詳しい話聞いてみます。俺ね、実は聞いてるんですよ、いろいろ去年来た時に、うん、じゃあもう一回2回目私と一緒に、はいはい、ジェヒョンさんありがとうございます。はい、じゃあテーマトークじゃないのもいいですか、うん、どうぞどうぞ。はい、ゆきさん、三田のゆきさんから来てます、ありがとうございます、はいはい、FM 小座の皆様、リスナーの皆さん、いずみちゃん、おはようございます。三田のゆきさんです。私は昨年12月に1月に沖縄に訪れますが、泳ごうと思いますが気温的にはどうですかとお尋ねしたものです。はい、覚えてますよ、もちろん、はい、泳いだかどうか知らせてねと山内さんに、うん、後ろに映っておられる、うん、ハンサムなパーソナリティの方って書いてます。僕のことですかね違うかもしれないですよ。山内さん、山内さんかっこ泉ちゃんの後ろに映っておられるハンサムな、後ろいないかもね、ハンサムな俺じゃないかもなこれはちょっとあの角度がね、ユーストで、はい、横ですあれ残念、ぬか喜びっちゅうやつですね、はい、でも山内さんのことだと思います、はい、コメントくださいましたが覚えてくださっていますか、うん、もちろんです。はい、私たちは沖縄に着いた日はなんと夕方から雨で、夜には足も雨足がかなり強くなった日でした、はい、恵みの雨ですね、うん、おっしゃっていた通り風がすごく強く寒く、次の日も泳ぐところではありませんでしたでしょおっしゃる通りでした、うん、夏とは違い雲のいっぱいな空なので驚きました、はい、7月には、あ、はいはい、7月に来沖した時には、うん、クリスチャンの集会で忙しく、目の前に広がる美しい宜野湾のトロピカルビーチで泳ぐ機会を持てなかったので、今度こそはと水着はもちろんシュノーケルまで持ってきたのに残念でした、はい、そうなんだ、持ってきてたんですね。そうそう、これね逆ですよねはい、そっか、うん、楽しみにしてたんだね。だからね、冬にそれをそのイベントをやった方がいいと思うけどね、はい、そっか、うん、けど7月には行けなかった北谷のアメリカ村に行くことができ、はい、美味しいタコスを食べることができたのでとっても満足でした。あのタコス屋さんのタコスなら私も食べられる、すごいおすすめということで、はい、ザンパ岬での写真もありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、本当にね、ちょっと冬の空ですね、この写真みたいな、ね、寒い感じでしたけど、ぜひ、夏に来て、しかもちょっと今度はね離島まで足を伸ばしていただきたいですね。はい、綺麗ですよ本当に。そうですね、とっても腰抜かすと思いますぜひぜひ離島行って泳いでみてください。はい、沖縄晴れるやって来てます。お、いいですねクリスチャンだからね、晴れだけにね、晴れだからかな、曇りだけに晴れるやって来てます。ありがとうございます。はい、突っ込まないです。はい、
最後、はい、ガンダムファイターアルコガルスキーさん、うん、はい、はい、山内さんは女子の方に落ちた桜を指で取ってゆっくり桜から女子に目線を変えて、桜の季節だね、今日もいい一日になりそうだ、一緒に頑張ろう、おっとチャイムが鳴り始めたね、先行くね、君も走った方がいいよと爽やかな笑顔で走り抜けて校舎に行くとかなかったんですか。何これ、何これ、読むの恥ずかしいし言いそうですか言いますよ、本当、はい、もう君も走った方がいいよって、うん、もう君とか僕って言ってましたからねアルコさんナイス。その集合写真に、うん、ほら高校の時撮るじゃないですか、僕だけねこうなんか変なさがちょっとねこういうメールがあの似合う感じではなかったかな、かな、残念ながら、残念ながら、はい、でもいいですね、今度やってもらいたいですねあ、やりましょうね泉さんにねあ、泉ちゃんこんなとこにフケがついてるよみたいな、フケちょっともう本当にいろんなこと、本当ですね、はい、いい加減にしてください、はい、ということで、うん、皆さんメールありがとうございます、ありがとうございます、本当にたくさんメール来て嬉しいですね、はい、ありがとうございました、はい、それでは続けていきましょうか、はい、このコーナーです、出た、はい、泉と歌うのびっくりした沖縄不思議発見、これ、はい、いつまで、まあいいか、はい、はい、このコーナーは私林泉が沖縄に来て疑問に思ったこと、面白いと思ったことなどを山うたんの解説とともにお届けしていくコーナーですナビゲーターは私林泉と、はい、山うたんでございます、よろしくお願いいたします、はい、うーたん、はい、今日もこのコーナーがやってきましたね、はい、元気ですか泉さん、はい、元気です、はい、はい、もうあの2日目は大丈夫ですかね、全然ですね、あ、じゃあ解説お願いいたします、はい、はい、それでは今日はちょっとディープな話になるかもしれませんけれども、うん、私が疑問に思ったことなので皆さん心を広くして、はいはい、あら聞いてください、批判はしません、うん、はい、沖縄大好きです、はいはい、今日は沖縄の新聞を見て私がびっくりしたこと、うん、疑問に思ったことなんですけれども、はい、お悔やみ欄を取り上げました、うん、はい、沖縄のお悔やみ欄、本土では亡くなられた方の氏名と年齢、そして簡単な住所、うん、例えば沖縄市のこの小座でしたら、うん、FM 小座でしたら沖縄市中央だけが記載されます、うん、はい、けれども沖縄のお悔やみ欄は、うん、情報が多すぎて一人の人の欄でさっき測ったんですけれども、うん、3センチから大きいので12センチのスペースがあります、はい、うん、ここに載っているのは最初に模試を務める人は何であるか、はい、何者であるか、はい、例えばその人が女性で、亡くなられた人が女性で、うん、模試が長男であれば母と書くんです ね、うん、書きますね、それがびっくりだったんです、うん、はい、そして告別式の期日、うん、場所の連絡先、そして自宅の住所と続きます、うん、私が驚いたのはここから、この詳細の後に模試を務める方の名前から子供、嫁、そして孫嫁まで赤裸々に公表されているということです、はい、はいはい、でですね、うん、私がちょっと山歌にお聞きしたいことがあります、はいはい、この名前あのですね、うん、みんなあの親戚の人がずらーってやっぱり載ってるんですけれども、うんうん、あの嫌だっていう人とかいないんですかね、公表されることに関して。嫌な人は載せないんじゃないですか。あ、やっぱり、うん、あ、そうなんだ、そうそうそう、やっぱり親戚でもこの人は載りたくないんだったら言 う、うんうん、言うはずです。それは OK、もちろん OK、 あー、うん、そうなん、結構いっぱい載ってたから、だからね、やっぱり沖縄って島国じゃないですか、はいはい、だから割とねこれ見て、あ、親戚の誰々が、うん、みたいなことで行ったりするんですよ、はあ、あと関係する人ね、はいはい、やっぱりその戦争崇拝という土壌なのかな、うんうん、そのせいで多分ね観光総裁大事にするんですよ、うーん、というのもあると思います、はあ、そうなんですね、血が濃いというかね、はい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 、うん、家族のつながりもすごい強いでしょ、強いなって思いました、うん、あのお悔やみ欄見て、そうそうそう、強いんですよ、だって孫嫁まで
書かれてるっていう。まあね、すごいですよ。すごいよね、うん、そう言われたらすごいね。うんうんうん、そう、あのね、言われるまでは普通でしたよ。あ、本当ですか、うん、確かに書きすぎだなと思いますね。そう、すごい本当にだって本当になんか、うん、私青森の新聞は読んでたんですけど、うん、本当になんか1ページの片隅っていうか、うんうんうん、あの一面の片隅に書かれてるぐらいでしたけど、はい、うん、沖縄のお悔やみ欄1ページ丸ごとお悔やみ欄とか、そう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 、でしかも入りきらないで隣のページまでっていうのもありますよ ね、 ね、うん、だからすごいなと思いました。やっぱりね、その辺はちょっと風土の違いあるかもね。そうですよね、うん、はい、だからもともとほら知り合い沖縄でね、はいはい、誰かと出会うじゃないですか、はい、そしたら大体知り合いの知り合いとかにたどり着くんですよ。そうなんだ。そうそう、だからまあ隠してもねっていうのもあるかもしれないですし、そういったことじゃないかなと思いますよ。そうなんですね、うん、青森の場合はですね、例えばひじるだからね。ひじるって、ひじる、ひじる、寒い、寒い、あ、寒い、なんでぶっこんできたんだろうなんでだろう。あのですね、青森の場合はですね、名前と年齢と住所、簡単な住所しか載ってないんですけど、例えば私だったら青森県、うん、まあ、ちっちゃい町なんですけど、うん、青森市だったとしましょう、うん、青森市だったら青森市の中でちょっと噂があって、うん、あの人ってどこの人みたいな感じで乗ってたけど、うん、みたいな感じでつながってって、うん、やっぱりあの方亡くなられたんだねっていう感じで、うん、人づてに聞いて告別式の場所とか行く感じですね、うん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 、だから、なんでしょうね。でもそれも多いですよ。あ、そういうのも多いですか、うん、だから誰かが新聞見て、うんうん、だからこの親戚筋とかにもいるわけですよ、知り合いがね、はいはいはい、そしたらこれ見て、あ、この人亡くなったんだっつって、うんうん、また電話来たりうーんっていうのも多いですよ。そうなんですね、うん、特に仕事場のあれとかはね、はいはい、そういうのが多かったですね。仕事場で、仕事関係で亡くなった方。そうなんですね、うん、これは誰が乗っけてるんですか。これはね、長男嫁とか、そうそう、モッシュさんとか、ね、あ、そうなんですね、はい、そして親戚とかね、親戚しっかり、なんていうの、もう身内だと割とね、そこまでなんていうの、もう頭が回らないじゃないですか、うん、そうですよね、悲しかったりすると忙しいし、そう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 、もう心がね、うんうん、で、その周りのしっかりしたおじさんとかね、うーんが、まあ、決めて、そうなんですね、うん、出しますね。そうなんだ、まあ、大体近親者ですよ、本当に近しい人たちが。まあ、なんか親密性がありますもんね。そうそう、まあ、お金も発生しますから ね、 ね、乗るのに。本当、さっき調べたんですけれども、うん、琉球新報では5センチのサイズで11万円、うん、そして10センチのサイズだと22万円、うん、そうなんですよね、ぐらいするって書いてあって、結構なやっぱりね。だからさ、そこにもさっきのあれが現れてると思うんだけど、うん、その葬式を盛大にやっぱりやろうっていうのもあって、うん、あ、はいはい、まあ、慰問客っていうんですかね、はい、そういう人たちがやっぱり多い方が、うん、まあ、個人も喜ぶというか、うん、もちろん逆の場合もありますけど、はいはい、あんまりもう何、大往生だからそこまでやらないこうねっつって載せなかったりさ、載、うん、せない方もいるんですね。あ、いますよ、全然。うちのオーバーはね、去年亡くなったけど載せませんでした、うん、はい、だからそういったこの精神性があるのではないかなと。さすが勉強になります、ウータンでしょ。はい、ありがとうございます。はい、それでですね、うん、今ではと去年の4月から、うん、4月からなんですけれども、お悔やみ情報局というサイトが開設されたみたいで、ね、うん、基本料金3万円で法事の予定やお知らせメールも来るみたいです。だから本土に行ってて、うん、それで誰かが亡くなられたってことをあまりわからない、新聞見て、うんうんうん、見ないとわからないっていう時に、そのお知らせメールが届いたりとか、ミキトニーがね、CM やってますね。そうですね、結構流れてるみたいですね、沖縄では。 CM が、はい、そうそう、バスにもね乗ってるからね、ミキトニーの顔がね。そうですね、なんで笑ってんのかな。はい、でなんかこれもやっぱり沖縄の親戚付き合い、うん、ご近所付き合いの文化が強いため、こういうシステムが生まれたのではないかと言われているみたいです。でしょ、もう、はい、ウータンの解説通りでしょ。ウータンすごい。このキャラに結構抵抗があるみたいですけど、それはそうですよね、自分でウータンあのですね
40にもなった自分で山うたんですとかって言ってるのを僕は知り合いに聞かれたくないですからね。でも最近なんかうーたんって多くないですか、なんか山うーたんって問いかけること多くないですか。あ、全然ですよ、あなただけですか。嘘、なんか私一人で聞いてたら私がいない時にもリスナーさんでうーたんって呼んでる人がいたような気がしますけど。そうですか、いいですね、いいですね。やっぱりマデさんが言ってたみたいに相性があると親しみやすいって、うん皆さんどんどんうーたんって言ってくださいね、うん、呼んでください。はい、メール来てますよ、はい、呼んでみてください、呼んでみてください。はい、はい、ゆきさん、大田、あ、はい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 、水戸のゆきさんです、うん、はい、楽しく読んでくださりありがとうございます、はい、水戸のゆきさんです、はい、そうです、ハンサムなパーソナリティさんって山うーたんのことなんですそうなんです、ユーストリームでは後ろとかに映ってるんですよね、泉ちゃんが話している向きを見ると確かに泉ちゃんの右側にいらっしゃるんですね、うん、はい、楽しくアットフームなアットフームアットホームな雰囲気、はい、うん、私もこうつなげて読んじゃう癖があるかもしれない、アットフ雰囲気、うん、ごめんわかんない早見みたいな林あ、ごめんわかんないアットホームの雰囲気好きです。はい、じゃあシュノーケリング持参で今度は離島を訪れてみたいと思います、はい、さーいって意味違うかな違いますね。はい、さーいはようこそ、こんにちは、あ、瞑想れか、うん、それ瞑想最初につけましょうね、ハイサイって女の人はハイタイって言ったりするんですか。そう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 、 あんまり言わないですよね。でもどういうこと、ハイタイってあんまり聞かないですね。そうですか、ハイサイの方がやっぱり多い。でも女性はね、ハイハイタイハイサイ、うん、だそうです。はい、はい、以上ですか。もう、はい、以上です。言い尽くした、大丈夫。はい、楽しかったですね。はい、はい、沖縄不思議発見のコーナーでしたありがとうございました。はい、もうエンディングですよ。はいはい、はい、エンディング、今日のエンディングナンバーはですね、マーデさんのリクエストです。はい、倉木舞でステイバイマイサイドを聞いてもらいながら、お別れしたいと思いますが、楽しかったですね、はい、今日もね、楽しかったですね。はい、この後10時からはハイサイ沖縄シティ、11時からは、はい、ハイサイ協会デービルをお送りいたします。はい、書き込みメールが来てますね。はい、オキマクトゥース、え、オキマクトゥーから来てますね。オキマクトゥー、はい、はい、おはよう局長泉。はい、おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様です。高校時代の思い出、中途半端な3年間、部活は2年の夏までで辞めたし、大学受験するつもりもないのに勉強もしないし、あ、大学受験するつもりなのに勉強もしないし、何か音楽とか趣味にはまるわけでもなく、今考えると帰宅部でダラダラ過ごしてしまった。デージもったいない。共学だったから、はい、女子生徒とユンタクするのが楽しかった。卒業したら有料なところ以外で、あんなにいっぱいの女子と話す機会はないさね。あるよ。決め手がなかっただけで、唯一自分に好意を持ってくれた女子を振ってしまったのもとっても後悔。 あら残念。それでも人間関係とか些細なことで悩んでいたな。数年前に同窓会あったけど、みんな全然変わってなくて驚いたな。なんか今日のテーマで甘酸っぱい後悔で胸が痛む高校時代のことをいろいろ思い出したよ。やばい、もっと大人として頑張らないとね、ということで、大木マクトゥーさん、ありがとうございます。マクトゥースいいですね、うん、人間関係とかね、本当些細なことで悩む時期でしたね、はい、悩んだりしてました。しょうもないよね、うん、今考えればね、ちっちゃちっちゃ、無視しとけばよかったとか思います。あ、いじめられてたからね。違う、そういうなんか靴とか隠されてたんでしょ、画鋲とか靴に画鋲入れられた小学生の時怖い顔してますよ今皆さん靴に髪を入れられてました誰なのって先生が言って、うん、いじめ泣きながら泣きながら痛いよって言って怖い顔してますよ皆さん、はい、でもね、もういじめはやめましょう、はい、でもそうやってやってたことも仲良くなりましたから、うん、最終的にはそうなんだ、楽しい思い出です。ごめんって言ってきた、ごめんって言ったから許しました , 笑ってるよはい、いろんなことをね、やっぱり子供って
話しちゃいますから ね知らないと分かんなくてね、うん、大人になったらダメって分かることもねありますけどはい、はい、そんな思い出を語りながら今日も2時間あっという間ありがとうございました。はい、今日も一日 FM 小座で楽しんでください、はい、1月20日、うん、今日のマイオアシスもこれまでです、はい、今日もたくさんのメールリクエストありがとうございました。本当にありがとうございます。皆さんのおかげで本当にね2時間あっという間、ね、楽しいですよね。高校の時の思い出って結構盛り上がります ね、はい、またやりましょうか、ね、中学とかね、高校とか大学とか、はい、ね、思い出話で盛り上がりましょ う、うん、盛り上がりましょう。はい、お相手は林泉と山内でした言いませんよ、はい、明日はゆきちゃんの担当です、はい、お楽しみに。今日も一日素敵な日になりますように。それでは皆さんさよなら。さよなら。はい、お疲れ様。お疲れ様でした。さんにも山うたんと呼んでもらいましょう。なんでね、奥さんが、うちの奥さんが言うわけないだろ。高校時代。